で、さっきあれかな。ここがウィリアムスバーグ。ここはウィリアムスバーグのメイン通り、こういう感じで配信しております。ここに変な若者ゴロつきがいます。あのかからない。うん。で、ここにスターバックスがあるので、ここでコーヒーを買って、川沿いに、うんちゃらうんちゃら歩いていこうかなと思っております。スターバックス。で、道で不要服を売ってたりします。これがいいのかな？わしは絶対買わんけど。ここのスターバックス。あの、トイレがいいです。なんか慌てて出てきた。アイスコーヒー。あ、アメリカのスターバックス。本場のスターバックスなんていうと気温がいいから、こんな商品なんかも売っております。これは日本と同じなのかな。コーヒーマーメン、アメリカパワーバッグ、はい、うん。さっきあったあのゴロツキがいっぱいいたあのところ、あそこダンキンドーナツなんですけども、あそこのねオールドファッションより、なんだっけ、スターバックスのオールドファッションより、ね、僕が好きなんです。だからどうしたって話なんだけど、あるかな、よないね、あるあれかな、やっぱ違うね、よくわかる、こんな感じで、飲み物はアメリカこういう感じ、ミルクがあるね、なんかフルーツ系なんかよくわかんない、飲まないで、お水がある、はい、進みます。で、下に、なんかパニーニ的なやつとか、サラダ、この、なんかね、人参、ベイビーキャロット、アメリカ人好きだよね。私は大嫌いです。なんで生の人参を食べるかはよくわかんない。そうですね。こうだし。メガネを忘れた。見えない。I like to order iced coffee, black, medium, please. That's it. Yeah. Yo. Ah. Yo. Me. お財布持たない主義。レシートくれないタイプ。レシートもらわないと私ちょっと不安なんですよ。証拠がないとないとかアメリカ人言うしね。口がそんな達者じゃない。で、ここで待ちます。オーダーピックアップ here. Ask for mobile order. モバイルオーダーの反応。すごいね。
で、ここにティッシュ、ゴミ箱、なんかいろいろありますよ。おしゃれな壁。No standing. Mobile order pick up. だって、モバイルオーダー。あ。なんかね、日本人かわかんないけど、中国人か。この辺のアジア系の人たちってね、一瞬目が合うんですよね。同じじゃない。違う民族だけども。西洋とは違うからね。グループ意識があるかわかんないけど。グループ意識があるならもうちょっと共産党の暴走を止めてほしいもんだな。ああ。こういうところで文句言うからね。圧倒されてる。そこのハンドサニタイザーってあのボトルは消毒液だね。一応お気にはしてるんですけど、見ての通りマスクはしておりません。皆さん。で、私はなんとなくめんどくさいからしてます。なんか言われるのがめんどくさいからね。暑い。ああ、暑い。暑いしか言わない。はい、アイスコーヒーが来ました。で、なんかのためにティッシュも一回もらってきます。4枚ぐらい。今ね、なんかのアレルギーで鼻水があれなもんです。出ます。スターバックスのコーヒー。誰も見てない。ブルックリン・ウィリアムズバーグ。お、若者が募っており、涼しいからね。よいしょ。あ、で、できました。で、外に出たら、なんかスターバックスが見せる。じゃあちょっと川沿いに行きたいと思います。コーヒーいいね、おしゃれだね。知らないけど、あ、アイスコーヒーの季節がやってきました。あ、犬そっからなんとかリバーへ行きます。名前は知りません。あ、このフェデックス、あれはね、デリバリー会社、あの荷物運ぶ会社だね。あの、たまにこいつらね、運ばない時がある。あの、運んでないのにもう運びましたって言って嘘ついたりして、あの、盗むことがあります。アメリカの会社はフェデックスと DHL、 これはね、二大巨頭でね、騙すからね。先行っていいですか。ありがとう。暑い。お、犬が求愛しております。はあ、こっちも犬がいるね。犬が多いね。焼け石に犬、暑いだけだね。かわいそうだ、虐待だ。高そうなマンション、ようわかんないんだよね。ここはちょっと落ち着いた通り、こっから川沿いに行くとまたなんかおしゃれないい感じの雰囲気のとこになります。暑いね。汗が出てくる。あら、こんにちは。はあ、これね、クーラーみんな勝手につけるの、買ってこいのね。へえ、どこちゃんとしてない。犬から出てくる。なんだろう、変なとこ。会社、よくわかんない。英語読まないし。
アメリカの町工場、よくわかんない。働く車。おばちゃんがお店じゃなくて道で勝手に売ってる人。うん、暑い。ああ、おしゃれな。なんかね、コロナになってからこういう外のプレハブっていうの、仮設住宅じゃないけど、ね、外でこういうあれ食べれるようになって、意外とあのニューヨークの人たちっていうかアメリカ人かわかんないけど、みんな外で食べるの好きだから、なんかちょうど良かった。怪我の功名というかね。はあ、僕は外で食べるの好きじゃないんだけど、はあ、あの見えてるあのビルのいっぱいあるやつ、あれはマンハッタンね、ブルックリンから、川を挟んでマンハッタンが見えます。マンハッタンとシャツを着たおじさんと、ええ、なんだこのボコボコの家、なんだ、まっすぐできないのかね、失敗したのかな、なんて冗談を挟みつつ、ええ、なんか食べ物を頬張りながら歩く人と、こうやってみんな食べてるんですね。ええ、はあ。うん、見えてきました。Dead End、行き止まり。うん。ステートパーク、州の、あ、こっち行こう、おばちゃんが。今かっこない。何の英語ベラ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 喋ってんだこいつら。自転車屋さん、おしゃれな自転車、こういうロードバイクっていうの僕あんま乗ったことない。走りやすいのかね、無料で空気で。そこの公園、そこだっけな、もっと向こうかな。土日になるとここだった気がする。あのスモーガーズバーグって言って、なんか屋台がいっぱい並んでやるんですよ。で、前僕がちょっとやってた日本のお店での人がこう出しとって、一回ぐらい会いに来た。今年もやるんかね。はあ、散歩日和。あらあらあら、なんかいいね、ホテルなのかな、ホテルなんでよくわかんないです。私、違うのかな、レンタルって書いてあるから、レンタルなのかね。お、ヤンキース自転車男が来た。ああ、いいことよ、捨ててあります。いいおじすね。ああ、もう見てん、誰も見てないっす。ああ、公園の中だから多分タバコを吸うと怒られるから、この中は行きます。私は食べたいです。うん、ここでもいいですよ。じゃあ、ああ、川、海じゃない、川、よくわかんない。いいですね、アメリカにいる感じがするんじゃないでしょうか。たまにはそこに座らせてもらおうかな。
よいしょ。日陰がいいけど、日陰はなさそうですね。ちょっと洗いてみようかな。うん。まあ、いいじゃないでしょうか。先客が。火曜サスペンス劇場だと、ここでやられちゃうね。座ってちょっとコーヒーを飲んでしようかな。誰も見てない。いいじゃないでしょうか。なんかちょうどないのかな。探すのせっかくだから。さっきの座ってたおばちゃん、日陰がいい、たまらん、暑い。なんか見らんね。なんかの実です。それ。あ、なんかあっち日陰っぽいぞ。日陰、おさらしいって。あ、お。ワンコロ、ワンワン。みんな犬と遊んでるね。はあ、夜寝たいですね。じゃあ、いや、しかしはみんなに占領されてるね。はあ、あっちっち、あ、スケボーが走る、走ると、うん、あっち、あ、引っ掛けだ。よいしょ。はあ、はーい。のんびりとしていいじゃないですかね。うん。そこから水上タクシーって言った、そこの、なんだっけ。船でマンハッタンまで。なんか怒り出したの、じいちゃん。すごい T シャツ着てるね。ライオンの T シャツ。ちょっといいスポットないのかな。さっきのとこが一番良かったのかな。よいしょ。家の席じゃない。よいしょ。じゃあここに座らせてもらおうかな。ということで、はい、それで画面を変えて、よいしょ、これでできるようにして、ああ、いいじゃないですか。誰も見てないけど、はあ、たまにはのんびりとしていいかもしれないね。はあ、いやー暑い。アイスコーヒーももうこれだけ飲んでしまう。飲むの早いからね、もんね。
か。でも、復帰させてください。よっ。ああ、気持ちいいです。リフレッシュ。普段家から出ることあんまりないからね、僕。無駄に。そうそう。なんか嫌なんですよ。家が好きなので。よいしょ。よいしょ、気持ちいい。ああ、川の流れを見ながら。もう、川の流れも見えてるんですか？わかる？全く見えないけど。ああ。なんか、皆様。これネジで固定されてる落ちないよ、ニスが。すごいね。なんかアメリカで、これ見ながらベーグル食べるとかね。朝、そんな生活を皆様想像してると思いますが。朝わざわざ早く起きて外でベーグルなんてめんどくさいことしないんです、私は。あ、全くしないです。もったいないです、時間が。朝ごはんまず食べない。朝起きてぼーっとしてから練習する。それが最高の一日のスタートですけど、まだ朝早く起きることがないから。貿易センターじゃない。飛行機が飛んでるね。あそこの尖ってる、塔がエンパイアステートビルディング。ね、茶色の四角のやつね。それあとは知らない。で、多分あそこビョンって出てるのが、元ワールドトレードセンターだと思います。僕は一回も行ったことありません。おお、綺麗ですね。川のあの反射した波を見てるのもね、いいかもしれない。のんびりした日はいろいろ忙しいと気分もめいてくるでね。ああ、わやだ。人生って大変ですね、生きるのは。ああ。よ、見とる人いない。気楽なもんですよ。誰も見とれせんから。ええ。船が、船と、なんかちっちゃい船と。ちっちゃい船しか行ってない。ええ。語彙力が悪いもんで、ラジオなんてできんわね。すごいですね、ラジオやってる人はね。ハライチのラジオはめちゃくちゃ聞くんですよ。ハライチ面白い、めちゃくちゃ面白い。すごい、岩井さんのね、どうあった考え方とそれに対する澤部のね、リアクション、ツッコミのね、この絶妙なバランスがすごいよね。同世代、1個下か、ね、活躍してて、ああ、何か見てますか？ではちょっとここいらで自己紹介といきましょうか。なんだっけ、コメントで、リクエストがあったので、一体私が何者なんだっていうのをちょっとここで説明したいと思います。愛知県名古屋市生まれの、尾張の国出身の、ギタリストです。大工良二と言いますが、本名は。活動名は、アメリカでレイと言ってます。レイ、ギタリスト、ジャズギタリスト、レイ大工と。領事って言いにくいらしいからね。で、両親がクラシックの出身の人で、
幼少の頃にピアノを無理やり習わされており、嫌で嫌で仕方がなかったと。まあやっときゃよかったなって後悔しとるけども、まあ子供なんてそんなもんかもしれんね。だもんで、やっとったからかわかんないけども、意外と耳はいいです。で、なんでピアノちっちゃい時嫌だって思ったのか、聞いた音が、ピアノでどれが鳴ってるっていうのは分かったもんでね、ちっちゃい時にね。だから、で、親が弾いてるものとか練習のやつのとかを聞いてるので、子供のやる、ドードードーとかそういうのがね、もう、何、とろくさいことやってるなと。なんだこんな、幼稚のことやらなあかんだっていう気持ちがありまして、なのですごい恥ずかしかったんですよ。頭の中ではもっといろんなものが鳴ってるんだけども、実際ピアノをやろう、習うときに、そんな幼稚なものばっかりやらされて、なんだと思って、それも嫌な原因。で、生実家耳が良かったもんで、親というか先生がね、弾いたものがそのままピアノで弾けるわけですよ。そのままピアノで弾くだけなので、運指がバラバラと。手も丸まってないと。そういう基本的なことは無視して、でも音は鳴るからいいじゃねえかと。それは反発していたので、なので、なんかね、性格的にいけなかったかもしれないね、僕のね。だからね、すごい、嫌でした。で、音符を読みなさいと言われるんだけど、音符を読むよりも一回聞いたものをそのまま弾いた方が早いのになんでそんなめんどくさいことやらなかったと思って、なんかね、本当にね、ダメな子でした。はい。素直に聞いてやっときゃよかったなと思うけどもね。なもんで、ピアノはそんなに習ってませんと。でも親はやらせたかったので、そこから小学校3年生ぐらいの時にフルートをちょっとやらされました。父親が、クラリネット奏者でフルートもやる人だからね、ピアノとね。で、フルート、実際やってみたら難しい。最初は音が鳴らんと。そういうね、ハードルを上げられて、いざやったら、えらい簡単に一発で鳴ってしまいました。めちゃくちゃ簡単だ。なんだこれつまんねえと思って。はい。長続きしませんでした。ピアノのね、音の複雑さの方が僕は好きだったので。でもなんだかんだ言ってピアノはね、こそこそは勝手にやってました。でもやるたびに親が、キッチンでご飯作ってたりするとそこ違うとかね。いろいろ言いに来るので、こそこそ自分が楽しむ練習もできませんでしたので、嫌だと。で、そこで、小学校の6年生、おじいちゃんのおばあちゃんのうちにギターがあったもんで、それをちょっとやってみたら、なんか難しいけども面白いと。コードもなるし。ということで、ちょっとね、ハマっていきまして、でそこからなんか変な本買って、じゃかじゃかコードを勉強して、やってきました。で、その間に僕、小学校1年生からずっと剣道やっとったもんで、まあ、剣道やりながら、基本そっちやりながら、生活をして、で、中学もそんな感じ。で、中学に入ると、コード、ギターコードで弾けるようになってたので、そこからもっと上手くなりたいなと。で、上手いギターってなんだろうってよくわかんない。けども、なんかたどり着いたのが XJAPAN とか。ロックバンドにたどり着きました。で、そこから、ロックギターをちょっとずつ練習していきました。で、そこから、基本的にヒデとか、その辺のギターの人をフォローしておりました。で、高校になると音楽をやりたかったんだけども、剣道の推薦で、高校安く行けたから、それで高校は剣道漬けでした。団体戦で愛知県、3位。朝早起き、朝練やって、夜、家帰るのが1年生の時は10時と、朝5時に起きて、部室行って掃除して、いろいろ先輩来るの、何やって、ゴミくずみたいな生活をしておりました。はい。なので、高校の時はほとんどギターを弾く時間がありませんでした。帰ってきて、数十分だけギターを練習して、もう疲れてそのまま寝ると。いう日々を送っておりました。本当に体力が残っておりませんでした。で、なんだかんだ、とりあえずギターは1日1回は触ろうと決めてたので、そういう感じで生活をしており、その頃は基本ヘビーメタル、
AXJAPAN から始まる世紀末とかね、ラウドネスとか、日本その辺、シャムシェードか、シャムシェードハマったね。あとは洋楽、イングレーとか、その北欧メタルにハマっておりました。はい。で、大学は、音楽を絶対やりたいと思っておりまして、で、ひょんなことから親が、ピアノとか教えたりするので、その中の生徒さんの人が、昭和音大にこういうのがあるよって、その子も行ったんだけども、結局。で、そこで昭和音大のポピュラー、コースっていうのを受験したらなんか受かってしまった。浪人する気でいたんだけどね、ギターなんてやってないし、音楽の勉強もしてなかったので、とりあえず、勉強は、適当にやって理論的なやつね。やったらテスト、パスして、で、実技も、ヘビーメタルを弾いたんですよね。で、それでなんか受かってしまったと。ということで、音大生として生活が始まります。昭和音大。僕がいた時は神奈川の厚木というど田舎にありました。はい。で、そこで、その時はね、ギターなんて習うもんじゃねえと思ってたんだね。ロックやってたからね。やってみると分かんないことがいっぱいあるね。ブルースとかそういう方に、ちょっとね、興味を惹かれて、で、なんだかんだ結局勉強するとジャズにたどり着いたりするっていうのもあるからね。理論的にいろいろ複雑というかいっぱい考え方があるから、ジャズっていうのはね。ひねくれてる。ジャズがすごいってわけじゃなくて、勉強しやすい、勉強する窓口がいっぱいある。それを、いろんな音楽のジャンルに皆様は、応用すればいいですし、で、そうやってやってる人もいっぱいいます。で、僕はそのままジャズに、のめり込んでいきましたという感じですね。で、そっからね、大学入ってハマったギタリストはね、ロベン・フォードとか、ジョン・スコ・フィーリング、ジョン・スコ、なんとか、ジョン・スコさんって呼んでるから本名忘れちゃった、ジョン・スコット・フィールドか、あと、マイケル・ランドとか、その辺の人にハマって行きまして、で、大学生お金がないでしょう。だからエフェクターとかもね、そんな買えなかったからね。で、バンバン買ってる人がいたんですよ。お金持ちが多いからね、音大生ね。それが悔しくてね、お金で技術を買いやがってみたいな、反骨心の、なんか生まれて、じゃあ、そう書かなくて技術だけでやってやろうということで、思いっきりジャズに行きました、僕は。そっからウェス・モンゴメリーとか、っていうギタリストを知って、ジョーパスとかね。で、そっからいろいろ勉強をして、で、音大卒業して、その後、しばらくポップスバンドで、活動をしておりまして、それではね、なんだっけ、横浜銀杯さんのね、オープニングアクトとか、そういうこともやってました。で、あとは、から、ジャンクション、いろいろ始めて、マイルとかね、そういうとこで、いろんな人と知って、東京。で、その上で存在を、まあ、腕出しにせだろうと、ね、言ったら、めちゃくちゃ緊張しました。のぎもを抜かされ、抜きまして、でそこで宮上さんに、ちょっといろいろアドバイスもらって、もっと、なんだっけ、僕のとこで僕が教えてあげるよっていうことを言ってもらって、とりあえず、よし、この人にはかなわないと思って、門を叩きました。で、そこでジャズの勉強を本格的に始めて、それがね、23歳か23ぐらいかな。で、3年間ぐらい。22、3? うん。ね。始めて、なんとか今に至るわけです。なんか、なので、すごい、いきなり最初からジャズをやってたわけじゃなくて、紆余曲折あって、やってると。いう感じなんですよ。で、まあ知っての通り僕はすごい単純な人間なので、そこから、ニューヨークじゃなくて東京で、活動しながらいろいろやって、
で、ジャズはニューヨークだと。そんなニューヨークの情報も知らない、英語も喋れない。で、24歳ぐらいかな。ジャズを始めて、習ってから、1年もしないうちに、とりあえずニューヨーク行ってみようと思ったことで、2週間ぐらいニューヨーク行って、あ、ニューヨーク面白いじゃないかと。で、そこからじゃあニューヨークでギターやってみたい、ジャズやってみたいってことで、お金を貯めて、ここが一番苦労しました。あ、ニューヨークに来ました。で、ひょんなことから知り合いの中で、一人で、ニューヨークでお寿司屋さんをやってるっていう人がいて、で寿司屋さんで働くならビザ出してあげるよってことで、あ、それ、そうやって行くのかなと思って。で、アーティストビザなんていうものはっきり言ってよくわかんなかったから、で、あ、ニューヨーク行きたい。そうやって行くんだって思って来たのが、運の尽きでした。運の尽きというかね、食いっぷちがあったけども、収録で、朝、10時から仕込み始めて、夜の11時ぐらいで、終わる。終わってから片付け。なので、ブラックですよ。収録でやってて、そしたら本当に活動する時間がないけども、ビザがない。ビザがない、どうしようと。で、ビザがなかったらアメリカも入れないしね。ってことで、2年半ぐらい、そういう生活をしております。で、そんな時に、同時期に、東京で知り合ったベースの子もニューヨーク来てたんだけど、僕はこういう生活だから何にもできず、僕はちょっと歯がゆい、日々を過ごしておりまして、でその子日本帰ったんだけど、1年留学でね、でそっから、寿司屋を辞めまして結婚して、今の嫁と出会ったからね、ってな感じで少しずつセッション顔を出して、ピアニストの、今お世話になっている、こっちの、大御所の三上邦さんという方と知り合って、一緒に少しずつやらせてもらえるようになってって感じで活動をして、今少しずつ人脈も広がりつつある。僕デブ症だからね、本当にダメなんですよ。でエリックさん、ドラムの人と知り合ったりして、この前のブルックリンマラソンの演奏したりね、なんかそんな仕事をちょこちょこ、誘ってもらったりできるような状況もあります。うん、波の音がいいですね。コメントには、なんて書いてあったか忘れちゃったけども、なんか、自己紹介をしてみようと思います。そんなことを書いたっていうような気がする。僕物覚えが悪いからね。はい。あ、で、そうだ。あと、ニューヨークで、パスカル・グラストさんっていうね、どえらいギタリストを知りまして、あ、これは叶わんわ、と思って門を叩きまして、ちょっと習っておりました。で、そこから今も影響されております。もう全然、天と地の差もあるんだけども。ねえ、叶わないね。すごいギタリストって、ギタリストじゃないね、あの人も。ジャズプレイヤーなんで、もうあそこまで行くとね。ギターの枠を超えちゃってるからね。素晴らしい。なので今、ビバップにドハマり。チャーリー・パーカーとか、バード・パウエルとか、その辺をずっと聴いてます、私は。ギターはね、もうここ数年ちゃんと聴いてないです。ウェス・モンゴメリーのビデオのを YouTube でやろうと思って、音は撮るぐらいだね。うん。なので、なんか、ギターチャンネルのにあんまり僕ギター、もともとギターの人聞かなかったんですよ。グラント・グリーンとかケニー・バレル、なんかその辺の人を全く僕通ってこなかったので、未だによくわからないんです。知ってる人といえばジョー・パスとウェス・モンゴメリーぐらい。ちゃんと聞かないといけないんだなと思うんだけども、なんかね、ダメなんですよ。食わず嫌いというか、そういうのが多くて、うん、昔から。ちょっと幅広く知識を知らないといけないと思うんですけども、これから少しずつやっていけたらと思います。ということで、コーヒーがなくなったので、またここから、歩いてどっか行きたいと思います。そのうちで切るかもしれません。では行きましょう。若者が無茶してます。
よいしょ、じゃあ向き。あ？何言ってんの？じゃあこっちから帰ろうかな。で、子供っちゅうのは、ね、はい。アラ・ウィリアムスバーグを散策していきたいと思います。駅まで歩けたらいいな、体力が持てば。ああ。どうやるね、こんな歩かない。よいしょ。何でしょう。クスケ。これで切符を買うのかな。ニューヨーク乗ったことないでは。僕ね、ニューヨーク来て、あれなんですけども、そういう観光的なこと一切してないんです。だからわかんない。そこにいくらか書いてあるけど、行ってみるか。こうやってマンハッタンに行くんですね。ああ、僕じゃない。みんなに子供行きたいと思う。なんかよくないじゃない。ワンウェイ片道。ワンウェイプラスバイク。バイク持ち込む人は、ね。30日パスなんて、すごいね。君と同じだね。すごい。お、好きな、むちゃしてた、子供たち。ここで終わりかな？行き止まり、あっちも行けんの？なんか、ダメだったら嫌だから行かない。行くだったら嫌だから行かないって。よくわかんないって言ったけど、お、起きてるよ。何やってんだ、ガキが。言葉が悪いね。音とか使う人あんまり好きじゃない。本当に、育ちが悪いんだなっていうふうに思ってしまうようになってくるんですよ、私。風が強いね。日陰いいじゃないですか。のんびり見てくれると。あ、でも何にも本当に見てくれないね。見てくれないというか見ていただけないというか、時間が時間がね、今ずっと寝てるから。あ、いいじゃないですか。ニューヨーク観光。お、何か屋さん。現在。はい。なんとかワイン。あのスペル読めない。読めない。調べる気にもならない。はあ、ウィリアムズバーグっていうのはこんな街だね。古着屋さんがあったり。食べ物があったりして、なんか最近にぎやかで、ちょっと歩けば川もあっていい雰囲気のところですね。テニスおじさん。ああ、暑いで喉乾いて、ちょっとこっち歩いてみようか。ガチガチに
ガチガチにやっても取られてまうが、タイヤだけとか取ってくからね。どういうこっちゃね、つって。あっち。ディリッディリッディリッディッドッドッドッバラバタティッドッディリッディリッディッよし。ああ。あれなんだ。店だ。ええ。よいしょ。あ、こっちもなんか来れたかや。繋がっとる。どうおしまいなのかな、まだ行けんのかな。セントアベニュー。昔、アカシアマンション物語っていう番組があって、そこでケント・デリカットのモノマネをする。あったよね、ほんとね。ケントマンだよーってやつね。それを思い出してしまうんです。ケントストリートっていうのですね。ああいう発想力っていうのはお笑い芸人さん本当にすごいよね。最近うちの子供がオジン・オズボーンズのあのひょっとこのネタにハマってて、すごいところに目をつけたなって感心しますよ。ひょっとこの口が右に曲がってるか左に曲がってるかなんてどっちでもいいんだけども、よくそんなところに目をつけるなと。うん。あ、トレジョがある。トレーダージョーズ、ここ。おしゃれ、なんかオーガニックが有名なお店。だけども、ここ、すごい安いんですよ。安くていいものがいっぱい売ってる。トレーダージョーズ。こんなとこにもできたんだ。並んでるね。並んでまで買おうとは思わないけど。へぇー。うんこ。なんでうんこ映したんだろう。よくわかんない。ああ。なんで外で騒ぐんだろうね。あっち。こっちもなんか行けるね。あ、ユダヤ人だ。じゃあちょっとこっちを歩いてみようかね。あっち、なんか飲みたくなってきた。あ、ダメだね、すぐ喉が渇く。そういう時はコーラがいいね。コーラ飲むと太るね。N1 に来たよ。そこの横の看板で今どこにいるかっていうのね、測っていくんですけども、N1 がどっかよくわかんない。こっちの方行きゃ駅がある。チューナーがわかってるんで、それで僕は歩いております。適当な人間です。お、ポケモン屋さん。知らないけど。任天堂さんいいんですか、こんな堂々と使われてますよ。注意した方がいいんじゃないですか。何クッキー屋さん。チン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 。マン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 。あの、これで言っちゃダメです。ごめんなさい。ああ。ああ。よいしょ。これなんか落ち着いてきた。さっきのグランドってあの、あれだ。ギター屋さんがあった通りだね。じゃあとりあえずそこでも上がってみるかね。グランド、グランド、グランド。おしゃれ。おしゃれか知らない雑貨屋さん。何をもっておしゃれなんだろう。あ、あそこの橋がある。あれは、電車のウィリアムスバーグスブリッジ。見にくいね。あそこの駅を目指しております。
よいしょ。じゃあ、ここで一旦川沿いおしまい。なんかちょうどいい運動になってるぞ。これで20キロぐらい痩せてくんねえかな。ねえ。20キロぐらい痩せたい。そしたら体も軽くなるのかな。でもそしたら相撲ができなくなっちゃう。もうやってないけど。同じ名前でよ。おお、なんか出れない。子供の。よいしょ。確かに。グランドストリートデンタル、歯医者さん高いのにね、いけないですよ、歯医者なんてアメリカで。こういう外見もっと安くしたら行きやすいんだろうけどね。こんなとこに金かけてぼったくるんじゃねえっちゅう。息が上がってきました。なんでかっていうと運動不足です。すごい貧乏すりしてるな、あのおばちゃん。腕がプルプル、可愛らしい。それでも言っといた方がいいよね。僕じゃないよ。ただ思ったことを言ってるだけで、そんな意味はないんです、私。だから何も考えていませんから。あっちにもう一軒の楽器屋さんがあるんだ。そこまで行っておしまいにしようかな。はい、そこの白いっていうか、なんかね、カードの、そこの隣。誰もいない。またチャイ。あ、信号変わった。よかった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。アイス屋さんだ。だって人なんだよ。ドラクエだと街で話す人だ。なんとか村へよう。ここはなんかが有名な町で、入り口の人だね、それね。ウーバー、タクシーだね、あれ、タンパ。よいしょ。なんかジブリに出てきそうな、緑の生え具合というかね。いやー、なんとか、なんですね。よくわかんないです。ここも自転車屋さんだ。うん。あれ？もしかして潰れちゃった？あれ？ここじゃなかったっけ？反対側？もしかして潰れちゃったかもしれない。なんか潰れたっぽい。ギター屋さん。もう一個中古のギター屋さんがあったんですけど。いや、僕が位置を間違えてるだけかもしれない。でも、あそこの公園のとこだったんだよな。もう一個向こうかな。潰れになられたかもしれません。アマゾンの配達員。すごいね、アマゾン。アマゾンだからね。よいしょ。あー、ギター屋さん潰れちゃったということでした。ギター屋さんでバイバイしようかなと思ったんだけども、なんか切るタイミングがなくなってました。だからもうちょっとお付き合いいただけると、なんとかです。シティバイク。マリファナを吸ってます。ありました。ちょっといただきます。マリファナ。信号が変わった。あの。
ミュージシャンだとそういうのやるんですかって言われるんですけども、僕はそういうこと全くしない普通の人です。タバコしか吸いません。薬も、変な薬は飲まないです。鎮痛剤ぐらいしか。頭頭痛が、今はね、だいぶ、なんか、運動というかね、ストレッチの方法が分かったから、収まってるんですけども、僕はかなりの頭痛持ち、偏頭痛持ちだったんですよ。なので、ほぼ毎日飲んでた日もあります。週の半分ぐらいは頭痛でしたけども、今は1ヶ月ぐらいは起きてません。1回しか。その1回はね、前の日にめちゃくちゃダラダラしてたので、それが原因なんです。人間中の体動かないといかんもんですが、ティーネイジャーの時は考えたこともなかったけど、もう運動なんかできないよ、こんな。運動しないといけないんですけど。ウォーキングから始めております。いいね、あんなに立った走れたら気持ちいいかもしれない。もうそんな体力も気力も何もない。お腹に脂肪しかない。やかましいわと。通行止め。通行止めだけど入ってるとなんでいいのかな。まあいいか。いいね、こういうコカ・コーラの看板があるお店ってワクワクするね。なんかアメリカを感じるね。ここはウィリアムズバーグの端っこ住宅街、そういう位置づけなんでしょうかね。へーへーへー、出てている。多分家賃も高いんでしょうね。もう1時間ぐらいあれやってるね。誰も見てない。いいです。ミディアムスバーグの風景。お、少年が来た。はい、どうも。はい。いちいち、はいって言わなくていいんだけどね。知らない人なんだから。アメリカの文化否定しちゃってるけど。めんどくさいですね。でも、はいっていうのは、自分は怪しくないですよっていう、あれも込められると思います。危ない人が多いからね。ああ。さて、ジャパニーズなんとか寿司屋さん。あれが中国人かなんかっていうところだね。でもこっちにいるとね、寿司屋さん、中国人系のが多いんだけどね、生魚をね、日本のお店だと高いからね、安い、巻物、なんだっけ、鉄火巻きとかね、それね、安くてもいいから食べたい時があるんだよね。なんかそういう時はね、買いますよ。日本スーパーで生魚売ってるんだけども、ちっちゃい切り身で、かなり冬年に半分使って、半分は仕方なくまた冷凍するか、次の日に食べるかという日にします。その時に解凍する時に気をつけないといけないので、水分が出てしまってドリップ。塩水にしてやるとかね。あと解凍が出て、うまみが残ると。色合いも良くなる。強気ですね。そういう食べ方をしています。なので、ちょっとだけ食べたいっていうときは困りますね。はい。犬を散歩させなさいよ。犬を持ってんの。よし、こんな感じでおしまいにしようかな。もうちょっといたら、公園はもう過ぎちゃったかな。ウィリアムズバーグのお散歩。
屋さん行って結局牛バッグも見れなくて、見れなくてあんまなかったんだけど、でアップルストア行ってアップルウォッチもね高かったから、結局じゃあアマゾンで買った方が安いじゃねえかってことで、買わなかったです。なので本当にウィリアム・アーズブルダーバーグを散歩してただけです。まあそういうのってあるよね。あのアメリカだとお店の品揃えが悪いことがもうザラなので、こういう無駄な日を過ごすこともあります。外れ日だけども、こうやってただただ散歩するのも気分転換になっていいじゃないですかね。やっぱり一日引きこもってるとあんまり良くないとは思いつつ、やっぱり家にいるのが好きな人なので、私はダメです。あ、結構歩いたぞ。ねえ、今この生配信を見てない人、誰も見てないんですけども、ブルックリンの風景を、後で見れるようにこれ公開しておくので、ね、楽しめると思います。ニューヨークの音ですね。車のブーって音と警察がピッピーって音でね、通電これ取るじゃないかね。ここは上手ですね。あとトロッコ、ちょっとねウィリアムズバーグの外れになると、ヒスパニック系の人が増えてくるのは何でだろう。高くなる前から住んでたんだよ、プエルトリコですね。先見の明があったかもしれない。昔はここも危なかったと思う。あれはちょっと寒い。スペイン語が出てたと思います。スペイン語よくわかんない、スペイン語よくわかんないんだけど、メキシコ人と僕よく間違われることがあって、スペイン語でよく話されます。スペイン語わかりませんよっていうスペイン語を覚えたからね、それだけ言ってあげると。それでもあの人たちのメンタル通れないんだよね。そのままスペイン語で喋ってくるんじゃない、意味がわかんない。ここで終点に近づいたかな。こっち、ここラーメンって書いてある、ラーメン屋さんがあるんですか、なんかこれ。魚の店がいっぱい、桃ラーメン、美味しいのかな。基本的に僕家系ラーメンが大好きな人なんで、家系ラーメンしかお金払わない。こっちに1軒2軒かあるんです、町田商店。あ、どうも、一声をかけるね俺に。というわけで駅に戻ってきましたので、これで終わりにしようかと思いますね。下駅交差点行ったらでしょうかな。というわけでウィリアムズバーグのお散歩編、お散歩編だね本当にね、何個か出してしまったけども、お散歩編かわいい。何の店か知らない。ここで終わりたいと思います。いいかよ。はい、皆様ありがとうございました。私ちょっとだけ汗をかいております。はい、というわけでバイバイ。おじさんも見ております。はい。